はい、ダイスチャンネルです。今回は妖怪ウォッチ3天ぷらやっていきます。よろしくです。はい、やっていきましょう。はい、今回は、うん、地図の右下に見える、うん、アンドロイド山田ちょっとあの黄色くなってるとこですよね。そうそうそう、反応が反応してんだけど、どうやったらできるかっていうと、はいはい、今日8月5日、うん、更新データのボリューム 1.2 が来たんですよ。はい、で内容は更新データのボリューム 1.2 はアンドロイド山田がゲームに登場っていうことで、 USA やジャポンのマップ上にアンドロイド山田が出現するようになりますっていうのと、 S ランク妖怪が出やすい星5つ星コインがもらえるっていうことでね、アンドロイド山田は USA に出現させるには携帯編を3章まで進めて、ジャポンに出現させるには稲穂編を3章まで進める必要がありますっていうことで、うん、5つ星コインを入手するのはボリューム 1.1 を取得していなかった人に関してはボリューム 1.2 を取得することで2枚の5つ星コインがもらえるっていうことで、なんともお得な、お得だね嬉しいよね。ボリューム 1.2 の更新っていうことになっていきますね。なるほど。そんな感じでやっていくと、こんなところに山田いた。いた。こっちじゃない。これ入れないもしかして。え、これどこにいるの？逆側から行く。裏から？裏からだ。ここ裏からいるんだ。すごい。いた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 。よし、話しかけよう。話しかけよう。なんだろう、この何とも言えない妖怪。果たしてその山田は本物なのか。その真相を戦うことでわかるのだ。本物の山田なら君の仲間となる力を貸してくれるだろう。え、誰っていうか、どこから。謎の声だね。さあ少年よ、君の選択を聞かせてくれ。選択肢ね。うん、間違っちゃったよし、戦おう。鉄槌を下すのだ。戦おう。謎の声気になるね。天の声みたいだったね。なんめっちゃ顔回ってた。まず準備から。カレーが好きなんだ。カレー、カレーが好き。持ってる？カレーあるね。それ一個だけ。あれ、味方に使うしかないね。あ、ということは倒してみないとわからないんだ。わからないパターンか。ちょっとこれでやってみよう。様子を見てみよう。うん。あーって、こっちさ、ガード面白くない？両手なんだけどさ、うん、隠れきれてない顔すごいね。よし、どうする、どうする。使えないもんね。うん、使えないもんね。じゃあ倒した、しかないんだ。一人倒してみよう。どうしよう。いや、でも5つ目のとこ見たいな。これ確実に仲間になる系じゃない？そうなの。あ、本物だったらって言ってたよね。この偽物もいるの？アンドロイド山田です。うわ、なんか手の動き面白い。歩いてるね、ずっと。うわ、大丈夫か。よし、生ハゲ大丈夫だった。追撃追撃。あ、取りつかれた。ラスト無事なんだ。お、やらい完了。あ、すごい、倒れた。よし、どうだ。さあ、どうだ。どうなんだ、この話の流れは。どうなんだ。お、果たしてその山田は本物なのか。本物なのか。ここが運命の分かれ道だ。ごくごく、君が戦った山田はてんてんてん。さあ、偽物の山田だ。え、アンドロイド渡辺だったのだ。そんな。アンドロイド山田が心優しく、アンドロイド、あ、牛乳をもらうの。マジでこんなパターンもあるの。渡辺出てきたよ。さて、探そう探そうはい、っていうことで、うん、いろいろ探したんだけれども、一回戦った後出てこない。出てこないね。もしかしたら、うん、1日1回なのかもしれないっていうことだね。うん、そうだよね。アンドロイド渡辺でそう、渡辺だった。アンドロイド山田がいない。偽物パチモンだよね。パチモン、そうだね。
本当にパチモンにはあったけどさ、本物のアンドロイド山田にはさ、合ってない、うん、合ってない、化けてたもんね、うん、でバッドボーヤの時みたいに何日間か戦うと、うんうん、あの仲間にアイテムがもらえて仲間になる仕様とはまたちょっとは違うだろうけれども、うんうん、本物のアンドロイド山田がどっかに出てくる、そうどっかにいるんだよねって思う。もう1日1回なのか、うんうん、どうなのかっていうのはまだわかんないんだけれども、だいぶ探したんですけど出てこない、いないんだよね、うん、そのレーダー反応がそうないんだよ。今回のパッチのボリューム 1.2 で、うんうん、はい、アンドロイド山田が出てきたっていうのはもう確実っていうので、そうですね、これが1日1回なのかどうかはまだわかんないんだけれども、うん、これで仲間になるっていうことだね。そうですね、うん、っていうことで今回はそんな感じでアンドロイド渡辺に会った動画でした残念だね、本当に本当に残念そうだね、うん、まあ次回ねどっかでアンドロイド山田を仲間にして、うん、ちょっとペットのように連れて行きたいそうだね、うん、っていうことで今回は、ボリューム 1.2 パッチの更新のお知らせと、その中にアンドロイド山田もしくはアンドロイド渡辺が出てくるっていう動画でした最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた See you。